アロンソ・デ・カルデナスは、スペイン王国の外交官であり、中英大使である。弟の大司教エンリケ・デ・ペラルタ・イ・カルデナス。セージョン・サウスワース。アロンソは、マドリードに、父ウルバン・デ・ペラルタ・イ・カルデロンと、母エルビラ・デ・カルデナス・イ・フィゲロアの次男として生まれた。母は、エストレ・マデューラ州のプエブラ・デル・マエストレハクの、姉妹だった。彼の本名は、アロンソ・デ・ペラルタであったが、 主に母の性を用いた。アロンソの弟エンリケデペラルタイ・カルデナスは、ブルゴスの大司教だった。アロンソデ・カルデナスは、スペイン王国の外交官を務め、サンティアゴ騎士団の騎士だった。1629年から1631年まで、ナポリのスペイン副総督の下で働いた後、1638年から、スペイン国王フェリペ4世の大使として、 ロンドンに長く滞在した。新京都革命によるチャールズ1世の処刑後の競売ではフェリペ4世のために多くの美術品を入手した。その中にはラファエロのラペルラやアルブレヒト・デューラーの自画像など現在もプラド美術館に展示されている貴重な絵画が含まれていた。アロンソは迫害されたロンドンのカトリック教徒と密接に連絡を取り続けた。 1654年6月28日、ジョン・サウスワースが首吊り、内臓をえぐり4つ先の刑に処されると、アロンソはサウスワースの遺体を4ニーで購入し、防腐処理を施して修復した後、密かに国外に持ち出した。サウスワースは1655年にドゥエーに埋葬され、殉教者として崇拝された。今日、彼はカトリック教会の公式の聖人であり、 ロンドンのウェストミンスター大聖堂で営民している。しかしこの問題を通じて外交官はオリバー・クロムウェルの支持を失った。政治情勢の悪化により、スペイン大使館は1656年に閉鎖され、アロンソはブリュッセルに行き、亡命中のイギリス国王チャールズ2世の近くで働いた。そして1660年に実現されることになる彼の福井計画を支持した。 英国大使としての全期間中、彼は政治的影響力を評価したロンドンの多くの議員と密接に連絡を取り続けた。イングランド、スコットランド、アイルランドの革命と戦争の百科事典、1639年から1660年はアロンソを国に奉仕する現実主義者であると共に頼まぬ外交官と解説している。スペインは彼を通して、 英国議会において正当な代表を経験した最初の国だった。アロンソはブリュッセルで1638年から1656年の間のイングランドについての思い出を書き留めた。これらは現在ケンブリッジ大学附属図書館所蔵の趣向となっている。アロンソの働きでスペインに渡った絵画には以下のような作品がある。ただしコレッジョのキューピットの教育は スペイン王室コレクションに加わらなかった。ありがとうございます。